それでは下地です。これは前回使った下地と変わらずに RMK のクリーミーボディシュットベースの色なしです。なんかね、マットとウェットの中間っていうのかな、こんぐらい取ったら、でもうね、顔はもうべちゃべちゃに保湿、下地保湿のスキンケアは全部終わってるので、もう顔全体に、なんか最近季節の変わり目で肌がすごいこう不安定なんだよね。これもバニラ粉の CC クリーム、まあ、このぐらい、ちょっと今伸ばしちゃったけど、このぐらい取って顔にのせる。このよく見るすごいことに、このよく見るスポンジで伸ばしていきます。でこの境目があまりないように、首元にもちょっとつなげるように、このコンシーラー、これがねすごい細くて、で結構なんかツヤっぽくなるコンシーラーっていうのかな、こうあんまり重くないコンシーラーをコマの部分と、あとこの鼻の赤いところ、あとあとなんかできちゃったところの上にちょっとずつのせます。なんかね、やっぱ手でやるよりスポンジの方がこうムラが後々崩れにくい気がして、私はスポンジをおすすめしてます。なんか筆とかもいろいろみんな使ってると思うんだけど、私は筆、肌が弱いから、肌が弱い人は筆よりかはスポンジの方がいいんじゃないかなって思う。筆使って一回すごい荒れたことがあって、なんか動物性のその毛に私はすごく反応しちゃうので、肌が弱い人はスポンジを使って伸ばした方がいい気がする。汚れがあんまり少ない気がして、私は薄付きの化粧をするときとか、まあ普段メイクはこれを使ってます。で最近私の中での流行りがあって、結構マットなお化粧をすることにはまっていて、割れてる、クリアラストのフェイスパウダー薬用美白オークル、サラサラ美白肌。これよくさ、多分みんな見ると思うんだけど、でこれをちょっと手の上にちょっとはたいて、これでなんかね、最近ね道歩いてると結構こうマットなツヤ肌っていうよりかマシュマロ肌っていうのかな、まあ冬に近づいてきたんで、ツヤ肌っていうよりかは多分みんなマット系にしてるんだなと思って、それを真似て最近マットにしてます。そうするとなんかね、ふわーんっていう印象になって最近ハマってます。完成です。これで私の普段メイクのベースは完成です。オリーブヤングで買った一番このさ細い、見えるかな、ケイトの濃い部分とこの2番目に濃い部分を私はなんか適当にこう混ぜて眉尻から足していきます。ちょっとこれはね鏡を見て、眉毛って本当に難しいよね、もう分かるかな、本当にちょっと足すぐらい。で最近ちょっと眉毛を長く描くのにハマっていて、でこんな感じ、眉毛ってさ本当に人それぞれ全然形が違うからさ、参考になるのかどうかは分かりませんが、この筆は本当におすすめ。
こっちの方がちょっと下がってるかな。最近シャドウを変えたんですけど、これはイッツスキンのジンジャーブレッドっていう色を使っています。でもね、結構こんな感じのキャラメル色かな。でこれをまあちょっと筆に取って、これをもうアイホール全体に塗ります。で私はちょっと目と目が寄っているので、ちょっと外側に離させたいので、目尻の部分をちょっとだけこう長くシャドウを入れるようにしています。こんな感じです。でここでポイントこの余ったシャドウで眉頭をちょっと足していきます。でシャドウとこの眉毛の色が統一してると、結構なんかおしゃれ顔っていうのかな、メイクに統一感が出てなんかおしゃれ顔になれるって聞いて、私はこの眉頭にちょっと足すように。で反対側もこっちはちょっとね、この眉頭がちょっと外側から入っているので、私はこの内側の部分を左はもっと足すように。で眉頭ちょっと足しすぎるとこうすごく男顔になりやすいので、そこは皆さん注意してくださいね。眉マスカラ、今ちょっと髪の毛も明るいので眉マスカラ、これも前回と一緒でサナのエクセルアイブロウマスカラのナチュラルブラウン、これを塗っていきます。下からこう上に、で眉尻は上から下にのせるようにするとダマができにくい。で眉毛は完成です。でさっきのシャドウの続きで、このシャドウもこの目を囲むようにもうがっつり塗っていっちゃう。前までこういうところも全然シャドウとか塗らなかったんだけどね、時代って変わるんですねもうシャドウ私は一色だけ使ってます。でこれがちょっとこうラメが入ってないので、この今のこのマットな化粧をするときはもう最近これをちょっと一色使いしています。でこれミシャのモドンシャウド、シャウド1番ライスショーリンっていう色です。よくわからないけど、でこれがね、メイクさんが本当によくいっぱいたくさんメイクさんが使っていて発色がすごくよくて、でこれはもう涙袋、ここの部分にちょっとだけポイントとしてのせるようにしてます。ここちょっとピンクがかってるシャドウなので、なんかギャルっぽくもならないし、なんか白っぽいシャドウここに塗るとちょっとギャルっぽくなるんだよね。でシャドウは以上です。まつげ、もうまつげはもう前回やったような感じで、この資生堂かな、お、シュー上村だ、なんで私買ったことないけど、お姉ちゃんのやつ借りパクしたのかも。でこれで挟みます根元を、そしたらでこれを何回も上げて、もうがっつり上げるのが好きなのですごいがっつり上がりました。反対側も、これも前回と同様のデジャブのボリュームマスカラを塗っていきます。もう根元からしっかり、で最近はちょっと下まつげにちょっと力を入れていまして、たっぷりマスカラを塗っていきます。
こんな感じでまつげは完成しました。チークはこれは 3CE のブレンドブラッシャーのママチタ色です。でこれがね2色になっていて、コーラルオレンジとちょっとオレンジ目が強いこのシュッシュと混ぜます。で混ぜたら手にちょっと取って、目の目尻と鼻のこのこう交わる部分、ここの部分にちょっと最近下目に入れるのにハマっています。チークを入れたら、これはメイベリンのこのアイシャドウのこの一番濃い茶色、この一番濃い茶色をさっきのこの眉毛を描いた辺につけます。そしたらここの目尻の部分を本当にもう自然になるようにちょっとアイライン代わりに引いていきます。反対側も。こんな感じです。大事な大事なシェーディング、これはキャンメイクのシェーディングで、この筆はオリーブヤングで買いました。この大きな筆で本当に顔のライン、これ本当にやるのとやらないの全然違うよね。メイクって本当にすごい。顔の枠っていうんですかね、顔の縁にも塗って塗りましたら、この余ったので私はこの鼻の横に軽く鼻先をちょっとツンとして、ツンとさせてみせたいので、こうしたらここに軽く塗って、あ、待って、間違えた、リップを塗ってないじゃん。リップ大事やで。これは前に紹介したチョンゼムルのこのオレンジリップを塗っていきたいと思います。なんか足りないと思った。あれ、なんかすごいメイク初心者みたいになっちゃった。こんな風に全体的に塗ったらこれで秋の普段メイク完成です。